トゥービーストロンガーをご覧の皆さん、こんにちは。専修大バスケットボール部トレーナーの高橋です。今日は専修大バスケットボール部野崎選手に来ていただきました。よろしくお願いします。今日はバスケットボールに特化したジャンプ力向上のトレーニングを紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目は片足でやるエクササイズを紹介します。使うものは皆さんバスケットボール持っていると思いますので、ボールが一つあればできることです。で、今日はその中でもちょっと負荷を上げるために、野崎選手には一見普通のボールなんですけども、ちょっと重いボールですね。じゃあこれ2つ同時に落として、これちょっと重いヘビーボール、これを使ってやってみたいと思います。ただ皆さんやるときはこういうものがなければ、普通のいつも使っているバスケットボールを使ってもらって結構ですので、やってみてください。それでは始めます。片足で立ってそのまま股関節をまっすぐに曲げて、背中まっすぐにして戻ってくる。ボール胸の前、そこから3回いきましょう。はい、ラスト。じゃ横から行こうか。一回止まれる。この時に注意してもらうのが、骨盤が野崎選手はしっかりと床と平行に保ってます。これがこうなってしまう人とかいるんです。こうすると逆にお尻が抜けてしまって、狙っているここのお尻だとかハムストリングス、ここの筋肉が使えてなくなってしまうので、絶対にここが床と平行になるように、ここにコップを、水の入ったコップを乗せても、コップが、水がこぼれないような、そういうイメージで、これがこうなってしまうとお水がこぼれてしまうので、必ずここはまっすぐ、これを維持して戻ってくる。よし、あと2回いこう。ここです。戻して右足強く後ろに引いてくる。はい、OK です。ありがとうございます。意識するのはやっぱり一番はお尻、ヒップ、ここら辺なんですけど、股関節なんですけども、これ体幹、ここもしっかりしないと、下ろしてくる段階でいきなりここが丸まってしまうと、もうこれ以上いきません。ちゃんと背骨をまっすぐ、これ維持して降りてくる、これが大事になります。これを実際トレーニングとして行う場合は、左右10回を2セットから3セットぐらい、しっかりと丁寧に、あまり多くやると、これはどっちかというと丁寧に正確にやることが一番重要なエクササイズですので、あまり多くやりすぎてしまうと集中力だとか上手にできないので、もしできなければ5回からでもいいです。5回をしっかりできるようになったら6回7回8回と増やしていってやれるようにしてください。次は先ほどやった片足の RDL ですね。これがある程度上手にできるようになってきましたら、次はノーズリーチ、鼻をこの3つを置いた目印の方に伸ばしていくというようなイメージで、手を伸ばしていくエクササイズになります。それを片足でしっかりとコントロールしながら、これはトレーニングもそうなんですけども、足首にちょっと不安のある人間だとか、そういった人間にもやっていただけると、リハビリ的なことと、あとはバスケットを始める前のウォーミングアップ、そういった部分でも足首だとかお尻、こういったところに刺激が入って動きが良くなりますので、取り入れてみてください。じゃあ野崎選手お願いします。そう、体幹もしっかり入れて、よし、いいよ、足一回一回ついてもいいよ、伸ばしていく。そう、目印に触れなくてもいいので、その目印に向かってできるだけ腕を伸ばしていく。もう一回いきましょうか。野崎選手からグッと、そう、大事なのは股関節をしっかりときれいに曲げてくることですね。いいですね。そうそうそう、オッケー、いいですね。もう一回、
ケー、あ、全然いいです。このエクササイズはもちろんグラグラしないでやれることに越したことはないのですが、逆にバランスを崩してその時に足首がいろんなリアクションを取るとか、それが結構大事なことなので、ふらついてしまうことが悪いことではないので、ふらついた時に自分がどうリカバリーできるかとか、そういったことが大事なので、全然ふらつくことは悪いことではないので気にせずにやってみてください。はい、次はアドバンスコースではないんですけども、ちょっと重りを使ったエクササイズを紹介したいと思います。一番最初にボールでやった RDL、 片足の RDL ですね、この状態、これをこの重りを使ったケトルベルを使ってやってみたいと思います。そこから最後スナッチといって、重りを頭の上まで一気にスピードを入れて持ち上げます。じゃあ野崎選手お願いします。ここまで同じで、ここからグッと、そうで、ここでしっかり止まる、体幹とお尻全部がカチッと一枚の板になっていることで今のポジションが取れます。最後もう一回お願いします。ぐーっといって、ここからケイ、背中がまっすぐフラットからオッケーですね。今日ご紹介したトレーニングはジャンプ力向上が大きな目的の一つですが、ウォーミングアップにチームとして取り入れたり、あとは足首や膝を怪我してしまった人がリハビリとして復帰するまでの段階として取り入れることも大事ですので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。